花尾義郎の音楽魂。こんにちは、金吉郎です。1週間ご無沙汰いたしました、川崎、FM、今日は第一スタジオですね、からお送りいたしますが、これいろいろなんか変わりましたね。そうですね、リニューアルで、このマイクがちょっといろいろあるんですけども、ちょっと慣れないかもしれないね、これ。そうですね、ね、ということで、松下としみさん、こんにちは。どこ見て喋ればいいんだ。ここでいいんじゃないですか。ここでいいんですかね。これ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。20センチぐらい、これぐらいでいい。はい、こんにちは。僕もちょっと大きすぎますかね。大丈夫。大丈夫。あ、本当。はい。というね、もう全部マイクも変わっちゃってびっくりしたね。ね、桜田武さん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ねえ。ちょっとバタバタだね。バタバタ。普段からバタバタなのに OK は。いや、なんかね。うん。それで。やっぱあるべきものがいつもと違うものが来てるとちょっとびっくりします、ね、そうそうそう、びっくりして、今入ってあれ、カレンダーもないし、たった今気がついたんですけど、このマイク、このマイクが1個だけ残ってるんですけども、これはおそらくギター用のマイクなんですかね。あとはもう全部一新されて素晴らしいですね。素晴らしい、ね、綺麗になって、綺麗になりましたけどもですね、ちょっと広くなりましたかね、うん、いや広さは変わってないですよね。そうそう、だいぶ綺麗になって、良さは変わってないけど、ね、綺麗に、新規って余計なものが、そうですね、今日は金玉ということで、僕このマイクいっぱいいらないと思うんだよね。いや、まあ、いるんじゃない、ギター弾く時の。これちょっと業務連絡なんですけどこの一番のマイクって歌に使ってもいいっていうわけですかね。ああ、そうですか、ありがとうございます失礼しましたすごいな、ということで、はい、まずお便りからご紹介しましょうかね、今日は金玉ということで滑舌よくね、いきたいと思いますが、はい、金尾志郎さん、投げ銭 FM 音中ということで、皆様こんにちは、こんにちは、こちら西川口には正月を迎えた中国の方々が、毎日戻ってきておりますということでね。そうですね、そのため 町は戦々恐々としており中華料理店には近づかないようになどと根拠のない噂も広まっておりますというね。そうですね、今巷ではね、コロナ世界中ね、世界中ですね、はい、そうですね、大変ですけども、さて今日は昼は金玉ミニライブ、夜は赤坂ライブですね、はい、とても決まって臨みたいと思っておりますっていう、よろしくですっていう、佐藤さんはその決まることもないじゃん、俺が決まんなきゃいけないですね、来ていただけるのかな、ね、ありがとうございます。今日はね、実は夜赤坂フラットカンティーナでね、ライブやりますけどもですね、はい、ということで、まあラジオライブっていうのが続きましたよね。先週、先々週もそうでした、先週か、先週はナビちゃんがゲストで、そうですね、そう、はい、横浜のね、はい、ライブ、桜田さんもあの日ライブだったんでね、先週確か、先週どこだっけな、そう、確かね、ライブだったよ。先週って何日だっけ、31、31は中華三番、そうだよね、うん、結構そういうの続くよ ね。どう、そのラジオ終わってライブっていうのは結構、まあ、ダブルヘッダーみたいな感じで、うん、慌ただしいっちゃ慌ただしいですけど、うんうん、まあ、そのままの勢いでいくみたいな感じですかね。なるほどね、うん、松下さんはいかがですか、それちょっと使い慣れない、パソコンも変わっちゃったね。そうなんです、これ、うん、これ先週のだね、これね、先週、あ、そうですか、はいはい、私は、うん、何の話ですか。いや、ラジオとかラジオライブ、いやね、ラジオとライブって一日充実してるんだけど、うん、やっぱ体にはきついですね、あ朝から夜まででしょ、まあ、ね、そんなに働かない人なのでね、普段あ、そう無理しないようにできてるんで、結構でも金沢様だからよ、そういう意味では元気ですよね。フルで歌って、うん、もうフルでガーって歌うわけでしょ。私は横でほら、うん、手抜けるじゃないですか、ここだけの手抜いてんだいや全部にコーラスあるわけじゃないからね。あ、なるほどね、うん、メインボーカルの人メインボーカルってずっと歌いっぱなしだからね、そう、やっぱ体力あるなと思って横で
見てて。いやもうね、あちこちやっぱちょっとガタが来てますけど、にしてもね、なんとかね、やっぱ続けていかなきゃいけないというね、すごいなと思う、思いますけどもですね、いろんな方々とご一緒できてね、ライブもそうですしね、このラジオもね、いろんな方々また会えるじゃないですか、でほとんどまあゲストが入ってらっしゃるね、ゲストの方がいらっしゃる時が最近多いので、ほとんど4月ぐらいまで金玉ってなかなかないよね。あ、はいはい、久しぶりの金玉になりましたよね今日ね。そうですね、あ、そういえば、ずいぶん久しぶりですね、ね、桜田君は体の調子はどうなの？割といい。体はね、ようやくちょっとここのとこ良くなってきたかな。1月はめちゃくちゃ調子悪くて。ああ、そういう時あるね。俺ね、12月1月とちょっとね、結構大変だった時もあったけど、まあそれはだましだましね。そうですよ。やっていきたいと思います。1月の前半からついこの間ぐらいまでずっと調子悪くて。今なんか復活した感じがしますけど。あ、本当。でもなんていうかな、まあそのコロナウイルスとかのねことでも、はい、どのチャンネル見てもそれはね、そういう心配みたいですけども、ね、でも結局はね、その風邪の特効薬ってのはないじゃない。ないですね。だから、やっぱり抵抗力つけなきゃいけないんで、免疫力っていうかね。そうですよね。自分たちがね。あ、そう思いますよね。だからだけな、どっかの国の人ホットウイスキーに蜂蜜を入れて、あ、俺あげてたのよ。それイギリス、イギリスの方ね、向こうに武漢に、いらっしゃった、もう感染しちゃったんですけども、薬飲まなくて、ホットウイスキーに蜂蜜入れてレモン絞って、それだけ飲んでて、いいですよね、なんか風邪の予防みたいな感じですよね。ビタミン C を取って体を温めてみたいな、蜂蜜、もなんか良さそうじゃないですか、そう、今日金玉ってことで、なんかお友達来てますけども、よかったら中入りませんか。おいとか、おいおいおい、あ、聞こえてない、あれ音出てない。久しぶりにね、久しぶり金玉ということですね。そうそうそう、なんかちょっと歌いますか。あ、歌っちゃう、俺なんか全然さっきからやってないけど。大丈夫です。歌うのかな、これで。歌いますよ、なんかリクエストは来てますか。なんかね、リクエスト、これまだ読んでないんですけど、はいはい、あ、ファニーエンジェル来てますね。どうもどうも、あー、ご無沙汰。お元気、どうも。なんとか、本当よかったね。ファニーエンジェル来てるけど、ファニーエンジェルいきなり来てる。いきなりした。いきなりですか、ファニーエンジェル。誰やそれ。これミキさん読みます、まだ。読んで読んで、いい、はい、皆さんこんにちは、こんにちは。寒いけど全く雪が降らず、昨日111年ぶりに降雪なしの記録を更新した博多です。111年ぶり。そういえば東京近辺もおいらが子供の頃は、唯一の土だったビル建設予定地で大雪の日にみんなで鎌倉を作ったりしましたけど、最近はそうでもないですね。まあ、出身の今は亡き新宿区区立牛込原町小学校だったんだって、の校庭までコンクリートなんていう、こっちじゃ考えられない環境でしたけど、先週のナビさん、相変わらずスーパーポジティブな空気が素敵でしたね。今日は久々の金玉、リラックスして楽しんでくださいね。新型コロナウイルスも怖いですけど、やっぱりライブに行って笑顔でガンガン騒いで免疫力を上げた方がマスクしたりするより有効な気もしますよね。そういう意味じゃ、今夜赤坂フラットンカンティーナに来られる方々も、免疫力上がりそうですよね。ウイルスも吹き飛ばす吉郎パワーでガンガン行っちゃってくださいね、という文面からリクエスト、はい、ファニーエンジェルだけど何でも OK です。ファニーエンジェルいかにしますか。ね、こちらもう2回ちょっと緩い感じしたい、ね、1曲ぐらいはみたいな、はいはい、ウォーミングアップしないと、こちらもう2回ムーニーさんのライブ体験して笑顔に免疫もバッチリです。あ、ムーニーさんがね、前もこの番組ね、何度かいらして、いただきましたが、あれなのよ、2月は博多って決まってんだよね。あ、毎年そう言ってました ね、はい、何月が北海道とか、ね、それなんか思い出したね。ああ、そうかそうか、ムーニーさん言ってたんだね。ということで、何ファニーエンジェルしますか。いいんじゃない。
せたら固めつぶって死亡に引かれハートに打ち込むガラスの弾丸ミキさんのリクエストにお答えしましたファニーエンジェル。すごいよね、一発目から。一発目からね。もう今初めて声出しましたけど、起きてから。なんか全部マイクこっち向いてるけど。大丈夫ですか？これ、こっち使った方がいいかな。ギター。うん。ギター、ね。ギターです。ギター。はいはい。こっち向いてたね。うん。それ大丈夫だった。うん。ちょっとね、初めてのね、感じ。初めてってもうこれ一本だけでも大丈夫なのか、うん、今一本だけでやったんだから拾いやすい、うん、こんなちっちゃくていいんだもんね、うん、そうねマイクすごいねこれかっこいいねなんかこれってラジオで言っても分かんないよねさっきスタンドマイクもあったよこれあ本当立って歌えるんじゃないかなさえ立っても歌えるのそっちはまだ使ってないまだ使ってないあ、OK、大勢で来た時大丈夫なんだそうな増えたってことだすごいなそこら辺に立ってそうですね、うん、いい感じですねこれはおお俺じゃあ立ってどうかな立ったり座ったり忙しいような気がさ、うん、こんなになっちゃうから、うんねということでね、うん、博多のミキさんのリクエストにお答えしましたファニーエンジェル、ミキさんもねいつもねありがとうございます、まあ、ありがとうございます、ねね、チャーリー佐藤さんもありがとうございますそれでね、この後って結構いろいろ来てますかねファックスいや来てないですね今のところこれ今まで通りファックスでプリントアウトできるんですかまだね繋がってないみたいなんで画面を見ながら読んでいますね、はい、エラーが出ちゃうそうですかわかりましたパソコンも新しいもんねだってねあそうだね、うん、
なのでちょっと使い勝手がちょっと違うので、うん、今日は、ゆっくりお届けしてくださいそうですね、ということで、何言おうとしてたんだっけライブ告知、ライブ告知はね、丁寧にこうね、うん、言ったらいいんじゃないですか。桜田君はどんな感じになってるの今後は。ね、明日がですね、うん、南林間のハイダウェイさんで、うん、ボブ斉藤斉藤恵子のデュオと、うん、アミタメさんのデュオと、うん、司&桜田のジョイントライブ、そんなに出るのみんな、はい、すごい。ただこれ予約でもうかなり席がいっぱいになっちゃってるんで、あ、そうかそうか、あと何人、1人2人とかだって入るかもしれないですけど、うん、ちょっとお店の方にお問い合わせしてもらって、あ、なるほどね、すごい、ほぼほぼ、あ、いいね、うん、はい、満席みたいな感じなんで、うん、はい、はい、頑張っていただきたいと思います。それ明日、うん、明日ですね、はい。今日今さっきメールこっちに来て、誰から、菊田俊介、今日赤坂フラットンカンティーナに伺います、ちょっとちゃんと話そうよ、え、いや、なんかなんとなく話すんじゃなくてこうマイク通じてさ、きっちり話しましょう。何、いやいや、個人的にメールが来たことだから、どうしようかなと思いながら、いや、カンティーナに参加しますとかって、マジですか、来たから嬉しいかなと思って、うん、いやいや、それはすごい ね、菊田俊介さんっていうのは先週ね、兄弟で、ご兄弟でね、ブラザースで来ていただきましたけども ね、今度ライブいつですか、それは2月22と23、まあ栃木なんですけど、栃木、あの菊田ブラザースでね、うん、兄弟仲いいっていうのはいいよね。いいですね。俺、うん、あなた兄弟いらっしゃるの？妹が一人いますけど。あ、本当？二人兄弟。いくつ違いぐらいな？三つ違いですね。おお、うん、会うのたまには。年に何回かは会いますよ。うん、じゃあ嫌われてるんだ。なんで、なんでそう結論になるかな。離れてるとか。千葉の成田の方ですね。まあ親もあの成田の近くですけど。あ、健在なの？ご健在。あ、両親とも。そうなんだ。はい、そりゃそうでしょ、まだね、若いでしょ。うん、いやでももうおいくつぐらい？親父は86、今年7ですね。じゃあお元気なの？それで元気ですね、ピンピンしてますね。本当、じゃああなたもなんかじゃあ元気でずっと入れるんじゃないの？いや、どうすかね、それはね昔はまあ人生100年とか言ってたけども、いや、あの結構うち母も、まあ、去年亡くなりましたけど、94とかね、そんな感じ、まあ、父は70代に亡くなりましたけども、両方おばあちゃん、父方のおばあちゃん、母方のおばあちゃんも両方とも90超えてます。ああ、それは素晴らしいね。としみさんもすごいですねお母さんもね、90超えてるとか、うち母がね、97歳、7歳、はい、大丈夫ですよ、20センチ履いてればね、うん、落ち着かないよね、落ち着かない、落ち着かないんでね、なんかね、近づけると、いや、機材がこう今までのちっちゃいからでしょ、ちょっとこれだから木さんがね撮ってくれてるね、うん、これ後で見たらみんなびっくりするよ。俺もこうなんかマイクのこう写真ピシッと出してあのしますから、ピシッと出して音楽魂のこのフラグがねあそこ貼れないんでくっつかないようになってる、このせっかく綺麗になってる画鋲をね使うとね、うん、申し訳ないと思って、今日はちょっと あんな風になってますけども、来週またねこっちにずらして時間がなかったからね、うん、きっちりやりましょう。そうそう、ということで、松下としみなんか歌えますか？歌えます、パスしようかな、うん、初めての曲ってなんか挑戦、うん、挑戦してますか？初めての、いや、これさっきね、うん、なんとなく思いつきで、いや、思いつきというか、歌詞カードの中に、うん、昔のカセットテープだっただろうというこのこういうねの頃の歌詞カードが出てきたんで、はあ、桜田さんとねちょっとちらっとやって、こんなのなんで入ってんだって、いや、なんか懐かしいなと思って、曲がね、曲、うん、これ誰の曲？これ中島みゆきさんの歌で、私が聞いたのは多分これ研ナオコさんバージョンだと思うんですけどね。あ、ほんと、うん、暗い歌です、すいませんが。あ、そうなの、暗くていいですか？あ、いいです、アンジェルの後に全然いいですよ沈めて、あ、カナオさんこれ使ってるのね、うん、いいよ、自分の声が、はいはい、タイトルを言います、タイトル言ってください。この空を飛べたら、ほう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 、どんなんだっけ、俺なんか聞いたことあるかな、聞いたことあると思いますけど、私もね久しぶり、うん、思い出しながら、これこういう曲とかってたまに歌ってたんですか、あなた？これはね、多分あったってことは歌ってたことがあるんでしょうね、1回2回は。
ソロの時なんかで誰かとソロって私なんかの場合はカセットテープをで曲をつないで営業に行くわけだから、うん、カセットテープ？カセットテープでしたよデビュー当時。そんな時代なの？いやバンドでデビューしたわけじゃないので、はい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 、カラオケじゃないですか、ね、営業って、うん、だからその自分の曲はまだ1曲か2曲ぐらいしかない頃はこの、うん、ねいろんな人の歌をこうつなげていくわけですよ。ほうほう、でそこで止めてここで MC ちょっと短めの MC とかあのいろいろ工夫してね。あそれだもう決まってんだ。決まって。それで音が出なかったことがあるんですよカラオケが。あそれあるね。苦い思い出がいっぱいあるんですよ。俺だってあのデビューした頃さ上り立ててよレコード会社の営業さんと商店街をさずっと歩いたことあったもん。それもすごいよね。うん、3、4人ぐらいでよくね聞きますよね。で自分家が商売やってたから自分家の家の前通るのよ。あ俺ものすごい恥ずかしかったもんねそういう時代だったよね。そう知らない町だったらねいいけどやっぱりね、うん、確かにね、うん、もうカナオン型のバカ息子が俺が歩き寄ったとかさ言われるわけよまたいやそういう時代ありましたねそういえば。そうそう、うん、いや時代も随分変わったけどそういう感じでしたよね僕らの頃ってね。うん、まあ、苦い経験ではあるんですけど、うん、思い出としてはこういうカラオケのカセットとか言うとね、うん、じゃあ行ってみますか。これちょっとね、うん、この空を飛べたら、はいね、はい、空を飛ぼうなんて悲しい話をいつまで考えているのさ。あの人が突然
はい、この空を飛べたらっていうね、暗くなっちゃったね。ファニーエンジェルでせっかくわーって言ったね。せっかく俺が盛り上げたのにさ、みたいな。山の頂上から谷底まで。どん底や。いやでもね、こういうあれですよね。すいません。昔のこうフォークソングって結構マイナーなね。そうですよね。曲も結構結構あります。低いですね。うん、低い歌でした。暗い。キーがちょっと低かったかな。そう。半音下げてもらえると弾きやすいんですけど。あ、そうなの？下げるの？いやでもさ、カポ使わなくていいじゃん。ああ、下げるの？下げる。これ以上に。うん、あ、上げた方がいいの？うん、上げた方がいい。あ、低いのか。ちょっと低い感じね。上げるんだったら。感じね、適当に聞いてどうすんのよね。まあ無謀なね、ちょっと、うん。上げるんだったら半音上げがいいですね。うん、あ、そういえば千葉さん今日俺見て思い出したんだけど。はい、え、なんでしょう。あれだよね。今度鶴見鶴見のね、はい、宣伝、千葉さんもなんかあれ宣伝あれ、まあ今日宣伝まだ公には宣伝してないのであれです。公に言っちゃダメなのか。いやそんなことダメってことはないけど、まあ、決まってるので。あ、本当4月の12日かな。4月12日。何ですか。あのね、鶴見でどんちゃん、ああ前やったのね、ショーとか2回目、2回目ですね。そうそうそう、はい、前年度あというか去年から始まったんだよね。そうですね、去年が第1回目でしたね。うん、うん、それでまた今年もね、まあ鶴見近辺の方がまあその主催してみたいなことを。そうですね、このあとここで放送される鬼太郎さんとか、あ、鬼太郎くんとかね、司さんとゆりちゃんとモーゼさんが一応発起人みたいな形で。あ、なるほどね。で、ま、あの前回と同じような感じのメンバーいるのかな。おそらく同じような感じで僕もね、お邪魔 しようかなとか思ってますけどね、はい、うん、すいません、私も出ます。 あなた、え、ね、今度歌うの。今回はうん、歌いや歌いはしないんですけど。ギターで。ギター、あ、ほんと。あ、ほんと。ブルースみたいな。自分たちの仲間で。あ、バンドで。結構前回盛り上がってましたよね。盛り上がってますね。なんか地元のテレビとかもね、なんかカナさんも映ってたじゃないですか。取り上げられて。ケーブルテレビ、はい、みたいな感じがありましたよね。まあ、ああいう、なんていうかな、こう街がこう明るくなっていくっていうね、結構話がいいよね。最近ちょっとやっぱりそう暗い話多いじゃん。そうですよね。ね、まあ、今は特にね、うん、もう毎日政治家は嘘ばっかりつくしさ。あ、失礼しました。いや、まあ今はほら、まあ、コロナビルじゃない。ちょっとね、だからコロナビルじゃないよ。そういう、うん、コロナの船に乗ってる人がかわいそうで、私毎日それ苦しいんじゃないかと思って閉じ込められてね、かわいそう。うん、ね、ただウイルスだね。毎朝通勤で船の止まってる近く通るんですよ。あ、もちろん。そうなんですか。いや、すいません、うん、どうぞ。あ、近く通る、近く通る。外国布団。ああ、そこそこ。外国布団がそこのフェリーの船着き場なんで、ね、はいはいはい、でそこから高速で乗るみたいな。ああ、そこそこ。まあ通るためにちょっとねえ、気の毒になって、結構だから上とかヘリとか、うん、バンバン通ってる、ね、普段とは違う雰囲気ですね。そうですね。そうね、まあ一日も早くね、なんかやっぱりその落ち着く、ね、時が来るように願っておりますけども、まあ毎回そのそういうウイルスとかのね、うん、ことでいろいろ結構大変ですけども、マスクはね品切れになっちゃったりとか。マスクね、うん、なんかでも、まあ、ぼちぼち入ってきてましたよ。私この前遭遇して、うん、2個買おうかなと思ったけど、うん、みんなすっごい人だかりだったの、うん、あっという間にね。だけど返した、私まだあるからいいですっつって一旦持ったんだけど。いや俺ね、へそ曲がりだからさ、うん、もうそんな風になったらトイレットペーパーの時もそうだったじゃん。まあそれはもう私それはさ、古くて思い出せない。オイルショックの時でしょ。それは覚えてない。ニュースでは見たけど。いや俺だって覚えてますよ、子供の頃でしたね。ニュースで見たけど、あれ何年、70オイルショックだもん。だってもう70年代よね。僕はテレビでしか、ね、あ、本当。だからもう私も俺ああいう時言ってたもうすごい嫌なのよ。だから、うん、最近マスクあんましてないからね、これ。
しないとダメですよ。マスクはした方がいいと思うけど、ね、マスクはね、お互いのためにしないとダメ、ね、もう絶対負けないっていうね。いやいや違う違う、自分はいいけど自分はご自分はいいですよ、ね、ご自分はね、はい、相手がね次は何か、うん、でマスクの代わりにほらタオルちょっと巻いたりとか、うん、なかったらタオルで、まあ、なかったらなんか巻けばいいじゃん、ね、でも昔ってマスクガーゼで作ってますよね。ガーゼ洗って ね、うん、なんかみんな今ないないって言ってるけどガーゼ買ってきて作ればいいんだよ ね、 そうそう、やっぱね、キッチンペーパーでできるんだっていうのをやってたし、そうそう、最悪の時はね、うん、工夫するでしょそりゃ、そうだね、うんうん、じゃあ、なんか僕歌いましょうか。歌ってください。もう話してばっかりになるから話俺鬼野菜でやろうかな。鬼野菜、はい、これどこだろう、ギターマイクいらないよねこれ。これでできる、なんかまだ勝手が分かんない状態、ちょっと分かんないんだけど、え、いいんじゃない、これ結構大きいから話しててもいいよ、うん、結構あなたのギター大きいから、これでいい、これ歌、大きいマイクで歌う、あ、大きいので、はい、歌はこれで、すいません、なんかちょっと今日はね、なんか小さいのは信じられないみたいな感じで大きいものですね。いやいや、そんなことないけど、性能がいいんでしょこれね、うん、まあ、どういうふうにセットしてたら一番いい感じで録音が入るか、どうに寄せていきますか。はい、side
はい、オンリーワンサイド、金沢四郎でお届けしました。これはね、あの娘のために作った歌でしたけどもですね、ん、何、もう3秒ルールに引っかかったね、今引っかかったね、あ、そうそう、いや、あの今ね、歌う最中にね、歌ってる最中にあのブラザーが、うん、ブラザー岡島くん来ましたけど、どうぞ、どうぞ、宣伝に、こんにちは、いや、宣伝、どうもどうも、電車遅れちゃって、うん、電車遅れちゃって、うん、人身事故みたいな、あら、またよ、横須賀線止まるよね。止まりました。今動き。20分間電車の中立ち往生でした。うわー、本当つらいな、それ。もう大丈夫？この時間でちょっと。本当。あ、最初からお前来るつもりだったの？いやいや、12時10分に来ようと思ってね。なんで10分だよ。いやいや、電車のあれで。ああ、そこそこ。ほら、9日の。9日よろしくお願いします。9日。まだ、ちょっと、ね、今話の途中、宣伝しようよ。いや、今言ってた。うん、2月9日よろしくお願いします。はい、で、今日はあの、それじゃわかんないよ。2月9日に、はいはい、代打のアビームというところで、はいはい、やらせていただきます。金尾さんと一緒によろしくお願いします。そうですね。はい、いえいえ、こちらこそ。そうですね、明日の後ですね、今日は赤坂フラットンですけども、2月そこ座って、その前の方で。このマイクでも生きてるから、はい、普通に。あ、向きを。向きを。こう。こうもしないといけないんだよ。そういうことなんだね。指向性があるんで。ああ、そうかそうか。ね、岡島くんね、はい、2月9日でしたね。2月9日。日曜日、あさってですね。あさってか。あさってですよね。うん、そうですね。今日やってあさってもライブなの俺。そうですよ。忙しいね。忙しいな。いや、カナさん2月結構入ってる。あ、そうだっけ。うん、うん、あの、ありがたいことだよね。実はね、もうここだけの話ね、俺もう体調悪かったのよ。ものすごい。もうでね、もうなんかね、もう実際ちょっと落ち込んでたね、もうダメじゃないか、歌えないんじゃないかと思って、うん、でもね、やっぱこうそれが耐えてくるとだん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 なんていうかな、もうやりながら、はい、ライブとかもそうだけども、そのラジオも出ながら体調を整えていくと、はい、気持ちがそっちに行くじゃない、はい、でだんだん声もね、あ、全然負けないぞっていう感じのちょこっとね出てきてね、またこうね、復活っていうか、うん、だから逆にライブをたくさんやったりとか、やっぱたくさん歌った方がいいんだよね、うん、こういう時って。そうですね、うん、なんかこれ今メンタルやられちゃってて、ずっと。あら、なんでメンタル、体調不良から来て、うん、あ、わかる、落ち込んじゃってて。そう、同じでしょ。あ、俺と同じだよ、うん、うん、でもなんすかね、うん、そういう時あるよ。やってても楽しくねえと思って。楽しくないでしょ、うん、はい、俺も楽しくないもん、ちょっとそんなことなくて、なんかね、そういう時期ってあるよね、はあ、で、俺もう年末そういう風になるのよ、自分の誕生日前後に、はい、毎年なんかちょっと落ち込んでくるっていうか、体調も良くなく、うん、なくね、そういう時ってあるから、まあそれがあんまり気にしなくていいよ。寒いからじゃない？寒いからかな。寒さなんか、ね、世の中のなんとかコロナとかばっかりに言われて、俺なっちゃったらどうしようかとかさ、そんな考えなくてもいいんだけど、うん、大黒ふと船見に行っちゃったりしてんだけど。見に行かなくていいよ。お前ほんと寒いだな、お前船なんか見に行くんじゃねえよ、お前。じゃあこっち側でもう元気づけて歌ってあげればいいのよ、ね、歌ってあげればいいんだよ、元気で。でもね、なんかこうそういう俺たちはさ、はい、やっぱり人にそういう元気を与える側じゃない、はいはい、だからそれが へこんでたらダメなのよ。そうですね、うん、さっきへこんでたのな。本当はよ、だからちょっとここだけの話しても、ここだけの話しても、いや、そういう実際あるよね。ありますよ、うん、さ、人間だもんね、人間だものね、人間だものっていうなんかね、うん、だからやっぱそういう時あるけども、やっぱりこう歌って笑い飛ばしてさ、やっていって みんなが、ね、元気に、ライブ来てくれてね、元気に、まあ、金沢さん本番でね、うん、やっぱ本番はガーンってがっつりやるから大丈夫じゃない、うん、どういう状況でも。いや、それはね、もうそうしないと ねダメでしょ。いや、ラジオも失敗ばっかりじゃん俺、もう毎回失敗が多くて。でもね、失敗を恐れちゃダメなのね、失敗に向かっていく。それをずっと横で聞いてて、私もそうなってずぶとくなりました ね。なんか何が初めての歌今日歌っちゃったりなんかするからさ、さっき来てダメでしょそれみたいな。今までだったら絶対ありえないんだけど。あ、まあでもね、それがいいんじゃないですか、こうやって、ね、聞いてる方もね、楽しいと思うよ。そうですね。そうかな、ね、うん、だから なんかリクエストは今来てない、うん、なんかね来てないと思います。
嘘、そうやり方分かってないんじゃないの。ちょそれもあるけど、パソコンのこと全部俺に聞いて。パソコン持ってないし。パソコン持ってますわ。持ってない。いや、正しいのは来てないんじゃないかな。あ、本当、うん、ということでね、今日はね、金玉ということでお届けしてますけども、なんか、おかしいリクエストあるの。いきなりですか。ない。ですね。リクエスト来てないから、俺の曲。どうしようかな。スティルな、スティルアイ。いや、それはいや、それなんで聞いたのに。あ、いいけど、まあ、いや、いいけど。今、ポッと。今日何か歌われてたんでしたっけ。いや、まあ、今ね、ファニーエンジェルだけ。ファニーエンジェルやったね、うん、やった、オンユアサイド。じゃあね、まだ2回しか一番歌聞きたかったのは、うん、風の中で立ては今日聞きたいです。マジですか。じゃあ歌おうか。なんかね、ほら、うん、今そういう気持ちだときに、うん、ああいう歌を聞くと、うん、勇気が出てくるんですよね。あ、俺も頑張りてえなって、うん、なんていうの、その男だから、うん、なんか人には言えないなんていうのを自分で抱えちゃうんですよね、うん、インプットばっかりでアウトプットができない人間だから俺、うん、あれだ、本当、うん、お前楽しみかなんかある。楽しみ あのさ、楽しみをね、まあ、そうですね、なんかある風呂入るとか。俺なんか銭湯大好きだから。あ、そうですよね、うん、俺あんまりそういうの行かなくて。行かないでしょ。行かないです。なんか真面目すぎちゃってさ、もうちょいなんか楽しみ作った方がいいんじゃない。そうですね、もう歌うのもいい。歌が楽しみだったんですけど、うん、なんかね、それもなんかおかしくなっちゃって、うん、なんか行こうかなとか遊びにいいと思うんだけど、なかなか行けない自分がいたりして、うん、自分が痛いしてってこう、ね、またこれも言い方がいいよね。じゃあ、お母ちゃんのリクエスト、風の中で歌って。いつも通りさ、この街じゃ冷たい生まれたところも。
風の中で立て。カバーしてあげることも、私もこけちゃう。珍しいことやったね今日ね。うん、今こけてた最後。だからそこをちょっとカバーしようと。シャーシー。お前黙っ黙ってたらみんなそれがもうちょっと俺がこう。あの感極まって声がねちょっとこうちょっとひっくり返ったかなと思う。自分で笑ったよごめんちょっと力が抜けた、ね。ということでね、風の中に立てやべえな、元気出た、元気出たなんだろうこの涙涙出たすごい、ということでね、岡島君のリクエストにお答えしましてね、風の中で立てをお届けしました。もうあっという間のね1時間出しましたけどね。はいね、この先の、桜田君の予定はどうなってますか。さっきまずは明日の、その後いつだったっけな、ちょっと今すぐ出てこないんですけど、はい、じゃあいいです。僕はね、2月はね、明日と、まあ、今日プラトンガーティーナと、明後日、これ9日ね、アビームマイターアビーム、岡島君とね、一緒にやります。それでこう今月はね23日あとジョン・ジョンが入ってるね、横浜のホットドッグバーですね、たけしから、たけしとね、たまにあなた来たら、いや入る余地がねないです、入る余地がもう来ないですか。2月それだけですか。2月それだけですね、あと結構、あそうか、はいはい、結構いろいろ3月4月とも入ってますね、いろいろね、またご紹介いたしましょう。まあライブもいいですけどもですね、まあいろいろ録音とかもしたいと思いますけどね、はい、そろそろね、いろいろちょっと今曲作ってますけども、お楽しみいただきたいと思います。私マイフレンド好きだな、ディアマイフレンド。あ、マイフレンドね、あの歌いい歌ですよ。あ、そう、ちょっとあれをちゃんと仕上げますよ、ね、ぜひぜひ、Hey, my friend, how are you? あなたは夏になったよ。朝の白い光の中ってこういうね、歌がありますかっこいいね、これ。アラバマだよ、アラバマだよ。これ長いね、歌なんですけどもね、これは実はUSA 大山からというの最高思案が歌詞を書いていただいて、で僕は曲を つけましたけどね。そこだけで、それをちょっとね、長い歌なんだけど、でそれ他にちょっと今また別の曲も作ってるのね。で今年中にちょっと音ね、バチッとやろうかなと思って、はい、嬉しいね、そういうの楽しい、なんか誰かとコラボってね、コラボレーションいいよね。大山空手の最高シャンってすっごいかっこいいの、70いくつでしょ、もうだけどう、ね、もう見たらかっこいいよ、若い、すごい。今度ね、来日された時にね、こうラジオでもねお呼びしたいと思うんですけども、まあ一応ハリウッド映画その千葉真一さんのね、息子さん真剣佑君が、まあ、主役でハリウッド映画も撮ったんだけど、それもなかなかね日本の方にちょっとあれしてきてなくて、向こうで上映してる、もちろん、それで千葉真一さんもね出られてるんですけども、ほとんど、まあ、向こうのスタッフ、外国のスタッフのね映画でね、そういうこと、まあ第2弾もねできると思うんですけども、素敵な人ですよね。そう、やっぱ一度で、まあ大山からっていうの師範たちとも、まあお友達になって、もう本当立ち飲み屋でも来てくれるのよ。来日横浜のタナボタとかでやってる時ね来てくれて、ほとんどもう空手家とプロレスラーが似合っちゃった時あったけど。あそこね、すごいね、そういうね、僕もなんかいろんなね形でやっていきたいと思います、ということでね、はい、あっという間の1時間でした、はい、お相手は、はい、松下としみ、はい、桜田たけし、はい、金尾芳郎でした、お客様、おかじ、どうもありがとうございました、千葉ちゃん、ありがとうございます。お辞儀してます、また来週お会いいたしましょう。来週もねずっとゲスト入ってますけども、来週は、はい、石井幹事さんと磯原美代さんですね、美代&幹っていうね、お楽しみいただきたいと思います、はい、じゃあ、来週またお会いしましょう。 See you next time。 行かう人の中に
優しいあの人は